ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の石野信子さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。はい、ロヒンギャの歴史からやっぱりノーベル平和賞の苦悩が見えるっていうところでしょうかね。ロヒンギャ今本当に世界的に、まあ、話題大きな注目を集めていますよね。問題となってますものね。そうですね、ミャンマーの、まあ、少数民族というふうに言われていますけれども、8月下旬から、まあ、国、まあ、そのロヒンギャの方の過激派とそれを抑えるんだということで、まあ、国の方の治安部隊とがものすごく激しい衝突をして、で、まあ、この国の治安部隊とは思えないようなもう厳しい迫害というふうなものが指摘されてますけれども、今まで100万人いたっていうロヒンギャの人の3分の1以上、38万人以上がこのだから8月下旬から2週間ほどで、もうバングラデシュに避難して難民化しているというふうなことで、もう非常にこれスー・チーさんがね、どういうふうにこのそれこそノーベル平和賞の人がですね、このもう人道問題をどう考えてるんだろうというふうに、もう国際的な圧力がすごく強いけれども、まあ今のところきっぱりとはね、あれは違うんだと、そのこの偽ニュースが流れてるとまで言ったりですね、いろいろノーコメント言ってたりして、まあ、非常に厳しい立場に置かれていますけれども、まあ、なぜ放置しているのかというふうなことも含めて、まあ、ロヒンギャってなんだろうなと思っていたんですけれども、そもそもってことですよね。うん、そうですね。でちょうどね、折しもですね、これこの手元にある本はね、大阪外国大学、今はないですね、大学なんです、私の母校なんですけれども、そこの同窓会は、まあ、いろんな国際問題をテーマにして、毎月その、講演会の専門家の講演会を開いていて、でこれ去年 の講演集なんですけどね、ぜひこれを見てほしいというふうにメールが入って、でそれはどういうことロヒンギャについていろいろ書いてありますということで読んでみて、なるほどと思うことがあったのでちょっと今日取り上げたんですけれども、はい、このロヒンギャについてはこのおしゃべりしてされたのは土佐恵子さんというのはね、大阪のビルマ国家を出られている1980年、今は東京外大の教授なんですけれども、まあミャンマーのこの宗教問題とかそういう問題をずっと取り組んでおられるわけですね。でこれ講演自体は去年の春してるんですけれども、その春先にスー・チーさんなんかを中心とした新しい新政権が発足したと、はい、それを受けて、まあ、ミャンマーには今2つ大きな課題があるということで、まあ、一つは、スー・チーさんが大統領にはなれないというね、憲法の問題、配偶者が外国籍の方とか子どもとかがダメだという話ですね、はい、それともう一つはこの民族宗教問題があるということを熱く語ってるんですね。で、まあ、その宗教対立の特に問題となっているのはこのロヒンギャと仏教との対立であると。でこれ、一気に表面化してきたのは本当に最近なんですって、4年ほど前なんですね、はい、でその背景に何があるかというと、一つ大きいのはやっぱりこの反ムスリム感情というのが国際的にずっと高まってますよね、イスラム教に対しての、そういうふうなものが非常にあるということが一つ。ロヒンギャというのはイスラム教の方々なんですね、うん、そうなんです基本的にはね、で、ミャンマーの特に西の国境地帯にほとんど住んでる、つまりバングラデシュとの国境地帯ですね。で、この人たち、ミャンマーの人たちにとっては要するにミャンマーってたくさん の民族のがいるけれども、そういう 少数民族の一つとは思われていなくって、うん、どちらかといえば隣のバングラデシュから国境を越えてやってきた移民だっていう風な感覚が非常に強いんだそうですね。つまりロヒンギャの方々っていうのは、うん、ミャンマーの国籍をお持ちではない、うん、ということなんですか。国籍というか、その言葉もね、ベンガル系の言語を、僕ベンガルっていうのはバングラデシュなんかの人が多いですけれども、はい、
母語とするし言葉もね、それからミャンマーのあまりその、習慣みたいなものに馴染まない非常にまあ独特の、しかもその、ロヒンギャという言い方もその昔からあるわけじゃなくって、この先生によると最初にロヒンギャという言葉が登場するのは1950年代ぐらいだということで、まだまあ言ってみた半世紀で、このロヒンギャという子もまあ、ミャンマーの人たちにとっては土着の民族と思っているのは、まあ、外国人だと、なので市民権も認めないと、しかもムスリムであると。で圧倒的にミャンマーはその仏教徒が多い国だそうですよね。で国の法律の中に仏教徒を優先するというふうなものが実はもう残っているぐらい、まあ、強い国なので、その今もう世界的にイスラム教が増えている、はい、でそういう流れの中で非常に脅威を持っているわけですね。でこの仏教徒の中にはその僧侶がね、テロリストみたいなものもいて、ヘイトスピーチもする。でそういうのがネットで広がったりして、でそのロヒンギャこんな風なもう勝手するぞと、この人たちもともとそのうちのミャンマーの国の人たちじゃないとかっていう風な、まあ、いろんなことを言って、しかも集会開いて、そしてそこにパッと人が集まると、ここ数年のそういう SNS の動きみたいなもの、そういうものとも大いに連動して、その圧迫感というものを強めてるっていう風な、いろんな現代的な動きもあって、はい、この今回のことになってる。で実際にまあみんなのそういう感情、この人たちに対してあまりそのロヒンギャに対して、ミャンマーの主力の人たちがシンパシーを持てないというのはこういういろんな背景があるけれども、もう一つその残虐行為をしているというか迫害を続けているっていうのは言われているのは治安部隊ですよね。でその陰には軍部の力が非常にあるだろうと言われている、うん、はい、で結局そのスー・チーさんはその軍を抑えきれないっていうところがあるわけですね。で民主化の過程ではスー・チーさんはこのロヒンギャの人たちがみんな自分を応援してくれてるわけなので、まあ、ある種のシンパシーを持っていたはずなんだけれども、選挙のその新政権の頃にもロヒンギャについてちょっと言うとものすごい反発があって、もう何も言えないという形に追い込まれている。なのでこの間ずっと、まあ、人たちはいやいやここは国民とは違うとかですね、それからノーコメントを通しているうちに、まあ、軍としては非常にこう強く出てきている。でスー・チーさんは軍部っていうのは決してまだ完璧にね、この相入れてるわけではない、一枚岩ではないわけですよね。そうするとスー・チーさんの強みは国際的な支援ですから、今国際的にこの厳しい立場に立つというのは本当に軍にとっても、まあ、一座戦後のチャンスでもあるわけですよね。追い込むというか、はい、そのスー・チーさんの力を削ぐという意味でね、スー・チーさんそれで、今国連の総会ですね、去年は初めて演説しましたけれども、今回は、行かないということを発表しましたよね。まあ、このロヒンギャ問題で、うん、国際的な非難にさらされるのではないかという、うん、逃げたんだというふうな言われ方もしていますよね。で、いやそうではないんだという意味で、実はその国連と同じ時に、だから現地時間の19日というから間もなくですかね、明日早朝ぐらいになるかもしれませんけれども、スー・チーさんの言葉で国民向けにテレビ演説をするというふうにも言われてますけれども、はい、でもそこでそんなになんていうのかな、大胆なことが言えるかどうかですよね。まあ、その軍のやり方を、うん、まあ、一方的にいさめるようなことを言うことっていうのは今の情勢ではちょっと難しいんですよね。はい、うん、で国民的なもちろんスー・チーさんって人気もあったわけですけれども、今の世論みたいなものが今日いわゆる宗教的な対立になってしまっているので、うん、やっぱりイスラムに対して、それからイスラムの中でも割とこのミャンマーに溶け込んだ人たちもいるんだそうですけれども、この地域の
このなんていうのか、バングラデシュからこう移民してきた人たちが形作っているそのロヒンギャの人たちっていうのは非常にまああまりこう溶け込んでいないっていうふうなところがあるそうなので、それでこの人たちに肩入れしてしまうと、はい、やっぱり圧倒的多数の国民から反発を受けてしまうというふうなね、そこをでも結局これを解決できるのは、はい、スーチンさんあなたしかいないでしょっていうのが、まあ、あの国連とかですね、国際社会の言い分なんですよね。もう完全にこれ板挟みになってるわけですよね。その中で、まあ、やっぱスーチンさん民主化に対して大きな、ね、やっぱ力を発揮されてきた人だけれども、はい、まあ、ここでどういうふうに出るかというか、何ができるかというかね、でその国際的なあの世論というものも、ミャンマーの側からすると内政干渉だというふうな、ね、言い方をしていますけれども、こういうふうな人道的な問題については欧米諸国非常に厳しいものがありますのでね、はい、そういう中でどういうふうに、このスーチーさん指導力発揮できるのかっていうふうなのがね、ちょっと非常に注目される。そうですよね、国がまた後戻りしないようにっていう願いもあるでしょうし、かといってっていう難しい立場で何をおっしゃるのかっていうのがまずは、そうですね、注目ということになりますね、はい、アンカーマンの目でした。